Hello, Mina-san. This is the Bookmaker Podcast with Kiyosaki Tamiyoshi, a.k.a. Mr. Bookmaker. Hinata no source for the online sports Gyanburu Gyokai 24/7. Kawashikawa, Bookmaker, Joho Kyoku Okensaku. Or subscribe to this podcast on iTunes. Suredewa, here's your host, Kiyosaki Tamiyoshi. 皆さん、こんにちは。The Bookmaker Podcast with Kiyosaki Tamiyoshi をいつもお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めます、ブックメーカースポーツライターのKiyosaki Tamiyoshiです。このポッドキャストでは、海外のブックメーカーに関する情報や最新オッズ、スポーツニュースなどを交えながら、ブックメーカーの面白さ、魅力を私Kiyosakiの視点からお伝えしているものです。まだまだ日本では、ブックメーカーについてほとんど知られていませんので、このポッドキャスト、並びにインターネットサイトであるブックメーカー情報局から様々な情報を配信しております。どうぞ今回もよろしくお願いいたします。ということで、第73回目のブックメーカーポッドキャストの放送をね、これから始めていこうということなんですけどもね、まずはこの話をしなくてはならないでしょう。そうです。FIFA クラブワールドカップ2016の決勝が日本時間の18日に、横浜国際総合競技場で行われました。テレビなどでもですね、世界中に中継されていたので、見た方もね、結構多いんじゃないかなと思いますが、開催国代表として J リーグ王者の鹿島アントラーズがですね、アジア勢として初の決勝に進出し、ヨーロッパ王者のレアルマドリードと夢の対決を行いました。鹿島がレアルを破るのではないか。ね、鹿島の10番柴崎岳がですね、この日2点目を後半7分に叩き込んで、2対1と勝ち越した時にですね、多くの日本人サポーター、もしくは世界中がですね、おそらく鹿島がレアルを破っちゃうんじゃないのとね、思ったのではないかというふうに思います。もしですよ、このまま鹿島が2対1で勝っていたら、ブックメーカーの 10Bet が試合前に発表した、オッズではですね、鹿島勝利にですね、22倍のオッズがついておりました。鹿島の応援と夢にかけてですね、思い切って鹿島勝利で勝負した方も結構多かったのではないでしょうか。しかし、ね、バロンドールのあの男に最後はやられてしまいました。レアルマドリードのクリスティアーノ・ロナウドです。後半15分に PK を流し込んで同点とすると、2対2で迎えた延長前半8分、14分と立て続けにゴールを奪い、気づけばハットトリックの大仕事。やはり世界のロナウドは、役者が違いました。結果は延長戦の末、レアルが4対2で鹿島を破り、クラブ史上5回目の世界一に輝きました。おそらく世界中に鹿島ファンが増えたのではないでしょうか。スペインのメディアは決勝で2ゴールを挙げた柴崎岳を大絶賛するなど、称賛の声が各国メディアからですね、伝えられております。J リーグ王者が各国大陸王者を次々となぎ倒して、ヨーロッパ王者ですらですね、あと一歩のところまで追い込んだわけですから、日本のサッカーも世界レベルに十分太刀打ちできる、というようなね、印象を私は強めました。そして、この試合をですね、ブックメーカーで勝負した方もですね、結構いらっしゃるのではないかと思いますが、結果はですね、レアルの勝利ではないかと思っている方も多いのではないでしょうか。例えばそのね、ブックメーカーの 10Bet はですね、レアル勝利に 1.1 倍のオッズをつけておりました。延長戦でレアルが勝ったので、1.1 倍の配当が行われたと思っている方も多いのではないでしょうか。実はね、これがちょっと違うんですね。ほとんどのブックメーカーの場合ですね、特に断り書きがない場合はですね、勝ち、引き分け、ドローですね、負けの3択からなる 1/2、日本語的に言うと 1×2 のオッズなどではですね、前後半合わせて90分での勝敗を予想するものというふうになっております。今回の決勝戦は前後半終了時点で2対2の同点で、それからですね、延長戦に突入しました。したがって、ブックメーカーでのこのオッズでの正解はですね、ドローということになります。先ほど紹介したブックメーカーの 10Bet のオッズではですね、ドローが 8.5 倍となっておりました。ある意味で最も的中が難しかったのが、このドロー予想だったのかもしれませんね。こうやって見ていくとですね、やっぱり予想って面白いなというふうに思いますね。未来に起こることをね、自分なりにいろんなね、情報を集めたりですね、人の話を聞いたりね、しながらですね、予想を組み立ててですね。もちろん難しいこともありますが、やっぱり楽しいのかなというふうに思います。おそらく、レアルファンを中心に、海外から来たですね、各国のサポーターがですね、たくさんいらっしゃいましたが、ね、おそらく、スマホ片手にですね、ブックメーカーに興じながら、3位決定戦、そして決勝戦を楽しんだというふうに私は思っております。次回の FIFA クラブワールドカップは、場所をですね、アラブ首長国連邦に移して行われます。J リーグクラブがですね、今回の鹿島のようにですね、出場するためにはですね、もうアジア王者、となるしか道はありません。今度こそは J クラブから世界一へ温かく見守っていこうではありませんか。さて、続いてはカジノの話題をお話したいと思います。日本にカジノがやってくる。カジノを含めた統合型リゾート建設を進める IR 推進法案。通称で言われるのがよくね、メディアなんかで取り上げられてますが、カジノ解禁法案なんかというね、そんな言い方もされますが、この IR 推進法案がですね、15日未明にですね、衆議院本会議で採決され、賛成多数で可決されました。自民党や日本維新の会が賛成し、民進党と日本共産党が反対というような構図となりましたが、ようやくね、このカジノ解禁法案がですね、可決されたということになりました。この IR 推進法案の成立で、事実上カジノが合法化されるということになりますが、この IR 推進法案は、交付日から1年以内にですね、政府が IR、今度は実施法をですね、国会に提出するということをですね、前提としたもので、そのために必要ないろんな準備ですね、法整備なんかも含めて、ですね、内閣総理大臣を本部長とする IR 推進本部というものを設置してですね、ここが中心となって、この IR 推進法案、そして実施法案へ向けて、いろんな準備を進めていくというふうなことになります。来年の国会でですね、無事に IR 実施法が成立すればですね、早ければ2021年頃には日本のどこかにですね、カジノができるということになるのではないでしょうか。海外からの観光客を日本に呼び込む推進力と期待されるカジノがようやく日本でも花を開こうとしているのです。カジノ解禁法案というでね、別称で呼ばれることがですね、メディアなんかでは特に多いんですが、実はこのね、カジノ解禁法案、正式に言えば IR 推進法ですね。そして、来年にはね、成立するであろう IR 実施法ともにですね、カジノはごく一部に限られておりまして、ホテルや国際展示場、会議場、そしてエンターテインメント施設などですね、複合的に建設して多くの人たちがより楽しめる場所を提供するということがですね、主な目的なんですね。カジノがいい、悪いがどうやらね、注目されすぎているようですが、実はそうではないんだなということをですね、これをお聞きの皆さんにはですね、ちょっと理解いただければなというふうに思います。そしてね、こうやってですね、ブックメーカーポッドキャストという名のもとでですね、この放送をお送りしていますが、実はブックメーカーでもですね、カジノゲームを楽しむことはできるんです。ブックメーカーイコールスポーツとね、思っている方がですね、非常に多いのではないかと思いますが、普通にカジノもブックメーカーで楽しむことができます。例えばですね、ブックメーカーの Bet365 を見てみると、トップページ上にですね、スポーツとかですね、インプレイとか、いくつか項目がですね、横にずらっと並んでいると思います。多くの皆さんはこの中のスポーツをクリックしてスポーツベッティングを楽しまれているということになるのではないでしょうか。で、よく見るとですね、その並びにですね、カジノとかゲームスとかポーカーなどですね、すべてね、Bet365の場合は英語表記になるわけですが、このような表記がですね、項目がね、あると思います。例えば、カジノをですね、こうクリックするとですね、カジノゲームが楽しむことができるわけです。人気のゲームからスロットゲーム、カードゲーム、クラップスなどのテーブルゲーム、ビデオポーカーやビンゴゲームのようなキノと呼ばれるようなものなどですね、ライブカジノを含めてですね、ほとんどのカジノゲームが楽しむことができます。さらにはですね、大金が当たるジャックポットもありまして、先ほどね、私がちょっとページをですね、覗いてみるとですね、そのジャックポットのですね、額がですね、日本円にして、約4800万円を超えておりました。いや、すごいですね、これは。これが大当たりなんてなると、どうします皆さん。ねえ。まあ、このようにですね、ブックメーカーでもですね、スポーツと同様にカジノも楽しめますので、カジノ解禁を祝ってですね、そして日本にカジノ施設が完成するまでにですね、こちらでしっかりと練習をされるのも良いかもしれませんね。日本のカジノに関する動きについてはですね、ブックメーカー情報局や私の公式ブログであるミスターブックメーカー清崎民吉のブログをアメブロでやっておりますので、まあ、そこからね、様々な情報を配信していこうと思いますので、ぜひね、チェックいただければなというふうに思っております。そして今回の最後はですね、競馬の有馬記念と参りましょう。ね、もうこの季節がやってきたんですね。早いですね。昨日、阪神競馬場で行われた、朝日杯フューチュリティステークスではですね、C 博文騎乗のサトノアレスがですね、勝ちました。ブックメーカーのBet365の単勝オッズでは9倍の5番人気となっておりました。36年ぶりのね、牝馬勝利を狙ったミ・スエルテや、武豊が G1 全レース制覇の偉業を胸に騎乗したタガノ・アシュラのお株を奪うんですね、サトノ・アレスの勝利でした。まあ、このサトノ系列、今年の秋から非常にいろんなところでね、勝ってますね。非常に、まあ、香港でも勝ちましたし、なんかやっぱり里野の今年1年なのかなというような感じもですね、この朝日杯フューチュリティステークスを見てですね、感じた人も多いのではないでしょうか。そして、今年最後の JR のビッグレースとなるクリスマス開催25日に行われます有馬記念ですが、早速でね、ブックメーカーのBet365がですね、単勝オッズを発表しております。早いですね、本当に。で、ね、これをちょっとだけね、皆さん紹介するとですね、まあ、またこの放送を聞いた後にですね、まあ、Bet365のページでですね、確認いただければと思いますが、1番人気にはですね、北三ブラックで 2.5 倍。2番人気には、里のダイヤモンドで 3.5 倍。3番人気には、ゴールドアクターで 7.5 倍という風に続いております。なお、この有馬記念の詳しい情報については、ブックメーカー情報局の最新記事としてですね、22日の木曜日に配信予定ですので、ぜひこちらもですね、楽しみにしておいてくださいね。で、この記事の中にもですね、またアンケート調査、ね、どの馬が勝つのか、あなたの予想を聞かせてくださいっていうようなですね、参加型アクティビティもですね、ありますので、ぜひね、こちらにもですね、あなたの清き一票を投じていただいてですね、有馬記念をより楽しんでいただければなというふうに思います。ということで、今回の第73話いかがでしたでしょうか？ブックメーカーについてもっと詳しく知りたい方は、ぜひブックメーカー情報局を検索いただき、サイトをチェックしていただければと思います。そして何かお気づきの点や、わからないことが少しでもあればですね、トップページの右上にあるメールボタン、が問い合わせとなっておりますので、どうか気軽にご質問いただければと思います。またここでは、このポッドキャストで取り上げてほしいことや、この清崎がお送りしているポッドキャストの感想なんかもですね、随時募集しておりますので、ぜひ、どしどしとですね、メッセージをいただけたらと思います。ブックメーカー情報が配信する The Bookmaker Podcast with 清崎民吉をお聞きいただきありがとうございました。ぜひ、ポッドキャストを購読。そしてレビューを書いていただけると嬉しい限りです。購読のボタンを押すだけで完了します。もちろん無料です。そしてブックメーカーについてまだよくわからないので、もっと初歩的なところから知りたいよという方にはですね、特にこのポッドキャストの第1話から第3話をですね、まずはお聞きいただけるとスッキリするのではないでしょうか。ブックメーカーとは何なのか、そしてブックメーカーの一体何が面白いのかなどをですね、私清崎がこのような調子でですね、語らせていただいております。最後にブックメーカー情報局からのお知らせですが、前回の放送でもお話しいたしましたが、ブックメーカーで遊ぶために必要な決済サービスの一つであるネッテラーが日本国内でのサービスを9月15日で一旦終了いたしました。同様にスクリルも9月30日をもって日本市場から撤退という形をとりました。ブックメーカー情報局ではトップページ右上にネッテラーに代わる決済サービス一覧というページを作成し、ブックメーカー各社の対応する決済サービス情報をまとめておりますので、ぜひご参考にされてはいかがでしょうか。一度登録さえしてしまえば、あとはネッテラーやスクリルと変わりません。今後も新たな決済サービスの紹介などありましたらね、どんどんこのページで更新していきますので、ね、ちょくちょくね、このページも覗いていただければなというふうに思います。もう一度言いますが、一度新しい決済サービスに登録さえしてしまえば、あとは楽ちんです。なんかこのね、いろんなネッテラーに変わるんですね、エントロペイとか、iDebitとか、エコペイズとかいろんなね、決済サービスありますが、非常にね、慣れてくると非常に楽だと、むしろネッテラーよりも便利なんじゃないのというような声もですね、聞かれておりますので、ぜひね、まだの方はですね、12月のビッグイベントを逃さないためにもですね、早めに切り替えていただければなというふうに思います。それでは、また。This has been the Bookmaker Podcast with Kiyosaki Tamiyoshi, a.k.a. Mr. Bookmaker. Kono Content Okinitira, Zehi Bookmaker, Joho Kyoku Okensaku. Or subscribe to this podcast on iTunes. Dewa Mini-san. See you next time.